ルーイン、ホセディアスは、ドミニカ共和国サンティアゴ州サンティアゴデロスカバリエロス、出身のプロ野球選手、左投げ左打。MLB のマイアミマーリンズ所属。2013年7月にミネソタツインズと契約して、プロ入り。2014年、参加のルーキー級、ドミニカンサマーリーグツインズで、プロデビュー。43試合に出場して打率。257。 五本塁打、二十七打点を記録した。2015年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグツインズとアパラチアンリーグの、ルーキー級、エリザベストンツインズでプレーし、2球団合計で47試合に出場して打率。23三四本塁打、二十打点、二投塁を記録した。2016年は、ルーキー級エリザベストンでプレーし、46試合に出場して打率。 319本類三37打点を記録した。2017年は A 級シーダーラピッツカーネルズでプレーし122試合に出場して打率29212本類六68打点に盗塁を記録した。2018年は A 級フォートマイヤーズミラクルでプレーし79試合に出場して打率224 6本塁打35打点、1盗塁を記録した。2019年は、開幕から A 級フォートマイヤーズと A 級ペンサコーラ、ブルーワフーズでプレーした。2019年7月27日に、セルジオロモ、クリス・バリモンと後日発表選手とのトレードで、マイアミ・マーリンズへ移籍した。移籍後は、参加の A 級ジャクソンビルジャンボシュリンプでプレーし、 移籍前を含めた3球団合計で121試合に出場して打率270、27本塁が76打点を記録した。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2020年8月15日にメジャー初昇格を果たした。同日のアトランタブレーブス戦では代打で登場してメジャーデビューすると 初打席で初安打を放った。この年メジャーでは14試合に出場して打率、154、3打点を記録した。ありがとうございます。